はい、どうもゆうやんです。よろしくお願いします。お願いします。山田まりやです。はい、今回なんですけども超すごいスペシャルゲストですね。はい、来ていただいて、いや、なんかわかんないですよ。なんか不思議でなんで出会えるのかもちょっとよくわかってないですけどなんでこうなってるんだろうみたいな。ご縁ですね。ご縁で、はい、ということで今回は盗聴器の調査ということで、うん、経緯といいますか、引っ越しされて、でそれで今ここはですね、社宅ではあるんですけど、はい、オフィスなんですよね、はい、だからちゃんと見た方がいいかなと思って、いろんな人が、はい、まあ出入りをするから、はい、っていうことなんですけど、お値段的なところは、あ、お値段的なところですか。あ、みんなそれも気になってると思うんで、はい、あ、気になってますか、はいはい、基本的にはですね、1部屋3万円っていう形でさせていただいてて、2部屋だって5万円からみたいな感じで、なるほどな、はい、してます。はい、映していいですか。主に電源周りとかいろいろ見ていきたいと思います。はい、で試しにこれちょっと Wi-Fi ここに置いてあるんですけど、 Wi-Fi 電波拾うかちょっとやってみたいと思います。9999円、同じような形でちょっといろいろ回ってみたいと思います。動画だよね、これ。最近もらったものはですね、じゃーん、はい、おー、 UFO キャッチャーで友達が撮ってくれて、イエーイって言ってる場合じゃないんですよね、これを。そうですね、もう入ってる時点で怪しかったりとかする可能性もあるから、はい、そうですね、目のあたりとかに、そうですけど、入ってたケースがあるらしいんですよ、あ、そうなんだ、はい、あ、でもテディベアペアとかでなんか聞いたことあるかもしれない、はい、2時間ドラマで見たかもしれない。そうです、テテ君は無事です。はい、はい、そりゃそうだわ。面白いね。ラジオにご披露しました。はい、このような形でもしこの部屋に盗聴器を仕掛けられてたら、うん、今テレビこうショッピングで流してると思うんですけど、はい、そのショッピングの音が拾うっていう形ですね。うん、これがリアルなやつかみたいな感じで、はい、リアルはアンテナしないんですよ。しないの。やりたいけどあるのはあるんですけど、迷ったんですよ、その倍でやってもよかったんですけど、うん、外から拾うんだったらいいんですけど、性能的には全然そういうのなくても拾えるんで、あ、そうなんだ、範囲的には誰でも賄えるっていう十分すぎるぐらいの性能なんで、ここに着眼点がいかないっていうところに、はい、やっぱりいろんなところを教えていただいたんで、はいはい、それはすごい面白かった、勉強になりましたね。はい、また安心させてくれる感じなんで、はい、ぜひ皆さんに不安に思われてる方はですね、はい、ご相談してみていただきたいだと思いますね。はい、ちょっとでもなんか不安だなと思っている方いれば、うん、はい、ですね。いや、でも本当に大きな事件につながる範囲だったりとかね。はい、そうですね、はい、うん、それはあると思います。防犯にもつながりますから、はい、大丈夫です。言おうと思っても全部言っていただいて、さすがだなっていう。あとは高いですね、機材買おうってなると。あれちょっと高いです、あれ本当に。そうなの、はい、おいくら、うん、はい、これやっぱ買うってなったらやっぱり依頼した方が安いので、でその高いやつを見てくれないので、やめてやめて、本当に本当にやめて、もう弁償できないからやめて危ない、もう閉めよう。はい、ということで、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。また会いましょう。